3連休の天気による交通への影響予測をお伝えします。10日は日本海の低気圧が北日本に向かい、北日本や日本海側の地域では雪の降るところがあります。11日日曜日は寒気や気圧の谷の影響で日本海側は雪や雨の降るところがありそうです。また関東でも北部を中心に雨やあられなどの可能性があります。12日月曜日は西日本や東日本の太平洋側では晴れる見込みです。北日本の雪も次第に弱まっていくでしょう。まずは鉄道の影響予測です。新幹線はこの3連休は影響がない見込みです。続いて在来線です。気圧の谷の通過に影響が予想される11日の夜に、東北から北陸、関東甲信では一部で遅延などの可能性があります。ご利用の場合は最新の運行情報を各路線のホームページなどからご確認ください。続いて高速道路です。東北から北陸、関東甲信では一部で速度規制などのリスクが高まる可能性があります。高速道路を走行される場合は最新情報を確認し、車の運転には十分にお気をつけください。以上、3連休の天気による交通への影響予測をお伝えしました。お天気の最新情報はアプリウェザーニュースから確認することができます。今後ともご利用ください。